ホワイトボード機能を使うと、文字を書いたり図を書いたりする過程を動画として投稿することができます。ホワイトボードのアイコンをクリックします。一番左の白インクをこぼしているようなボタンをクリックすると画面が真っ白になります。この状態で文字や図を書くことができます。タブレットやタッチパネルだと書きやすいです。左から2番目のボタンを押すと黒板にすることができます。使い方はホワイトボードと同じです。左から3番目のボタンを押すと通常に戻ります。書いた文字や線は残るので、消したい場合はクリアを押しましょう。ホワイトボードモードで録画すると、文字や図を書いている過程をそのまま録画することができます。